それではここでお知らせです。ブランドのみょうちゃん。はい、今日は待ちに待った京セラドーム大阪での試合、張り切って応援していきましょう。今日もイニング間やビーズガールズと一緒にベルちゃんのようにこう元気いっぱいタオルを回してバファローと応援しましょう。そして7回のラッキーセブンドアップレブ、あげる風船の色はそう、ネイビーの風船。そして勝利の瞬間はゴールドの風船。もう一つ皆さんにお願いは、バファローズの公式 Facebook は皆さんチェックしてくださっていますか？その公式 Facebook のトップページにいいねをすることがあります。ただいまのいいねはこちら38,760 いいね。さあシーズン中に5万いいね達成になるか、まだいいねを押していない方はぜひ今すぐ Facebook を開けていいねを押してください。それでは試合深夜の人気バラエティ MBS ゴルゴ部から田村淳さんの登場です。なんと淳さんは先ほどまで特別始球式のことを知らされていなかった模様です。そしてその手にはオリックスを激励する意味を込めて今日も勝とうぜの文字。自分の投げ方が変だと言っていた淳さん、どんな激励のピッチングを見せてくれるのか。皆さんこんにちは。先ほど始球式の話をいただきまして、オリックスのためになるんであればと引き受けました。それでは特別始球式に参りましょう。ピッチャーロンドンブーツ越後美桜、田村淳。バッターママローブ。キャッチャーゴブゴブカメラマン前田雅彦。それではプレーボール。
シンガー、マリナさんです。ピッチャー、マリナ。バッター、角中克也。ショートストップ背番号7、鈴木大地。3番ライトフィールダー背番号1、清田育宏。
記録を達成いたしました。日本の選手たちが積み重ねてきた全力の心を受け継ぎ、また多くのファンの皆様に支えられ、ここにお越しいたしました。本当にありがとうございます。これからも引き続き熱いご声援をどうぞよろしくお願いいたします。今日のいい目に選ばれた当団特訓隊は、聖堂よりチームエリートを目指します。
9回を迎えて失点3という内容です。見ていていかがでしたか？もう今日は完璧に続けると思います。はい、打線についても9回に2点を先制して、それからいい流れでしたよね。そうですね、みんなチャンスでいいと思ってくれる。ここ最近の試合は特に打線がつながっているのですが、やっぱ出てくるのに、そしてオリックスは今日で1日試合となり、メモリアルゲームでの勝利ということは大きかったのではないでしょうか。そしてチームは引き分けを挟んで4連勝です。明日の動きお願いします。まあ、明日朝も取れるように全員で頑張っていきます。ありがとうございました。
ちょうどその試合を投げれたというのも、すごく良かったと思います。チームは引き分けを挟んで4連勝です。最後にファンの皆さんにメッセージをお願いします。そうですね。まあ、負けること考えてやってないので、これからも勝つことだけを考えて一生懸命やっていきたいと思います。これからも応援よろしくお願いします。金子千尋投手と一緒に明日の試合につながるよう一つになりましょう。では参ります。行くぜ明治スピリッツ、みんな一緒に輝こう。ありがとうございました。本日の試合でヒーローとなりました金子千尋投手にコリアン鉄板ダイニングベニベニヒーロー賞としてコリアン鉄板ダイニングベニベニからお食事券が贈られます。ヒーローありがとう、ありがとう、ありがとう。流れに立ってThank you.
となりました田中千尋投手がオリックスゴルフマネジメントの MVP 賞としてオリックスゴルフマネジメント社から近距離や11コースで利用できるフェアラウンド券が贈られます。本日はご来場いただき誠にありがとうございました。